アドミラルチェイスカヤ駅は、ロシアのサンクトペテルブルク市、セントラリヌイクマラやモルスカヤ通りにある、サンクトペテルブルク地下鉄の駅である。地下86メートルに位置し、世界でも屈指の深い場所にある駅となっている。駅名のアドミラルチェイスカヤとは、近隣にある旧海軍省にちなんでいる。1997年にこの区間が4号線として開通した際に、 すでにホームのみ用意されていた。しかし、地上駅舎の建設には、すでにある建物のいずれかを改築する必要があるが、この付近の地上は、エルミタージュ美術館や旧海軍省などの近隣で、歴史的建築物が多いため、地上駅舎の位置がなかなか決まらず開業まで14年を要した。結局、地上駅舎はそれまであった古い建物の外観を再現して改築することで、 落ち着き、2009年に、ようやく地上駅舎とエスカレーター用の車高の工事が始まった。ロシアの地下鉄はホームから改札口まで一本のエスカレーターであることが多いが、この駅は地上駅舎の位置が後から決まったため二つのエスカレーターを使い、その乗り換えの際に100メートルを超える水平移動がある。ネフスキー大通りを東西方面に走る路線のほか バシリエフスキー島など沿岸部方面へ伸ばす乗り合いタクシーが発着する。地上にコンコース、改札があり、地下86メートルに島式プラットホームがある、地下駅である。ホームから一旦標高差15.2メートルのあまり長くないエスカレーターに乗り、水平方向に112メートルと歩移動すると、地上まで続く標高差68.7メートルの長大な エスカレーターがある。この駅にはモザイク画が,が多く、ホームの奥には1704年の海軍省の創設のモザイク画。二つのエスカレーターを結ぶ水平通路の途中にはネプチューンが水平通路が終わり、地上までのエスカレーターに乗る場所にはネバ、地上駅舎には海軍省の最も巨大なモザイク画が,がある。エルミタージュ美術館、海軍省。 聖、イサク大聖堂の最寄り駅であり、観光に便利な駅である。ありがとうございます。